4番バッターとしての物足りなさも感じるんですね。全てのボールを追いかけて初球から打ちに行く必要は僕はないと思うんですね。だからもうちょっとだからわがままでもいいのかもしれないね。武田正之の同級。今回のテーマは、はい、阪神の大山優介。大山、はい、まあ、武田さんも阪神の二軍監督、はい、多分かなり関係値が、はい、吉野さんだと思うんですけども、まず大山選手というか、まあ、どんな選手、どんな特徴がありますか？あのすごく真面目です。あの吸収する力もすごくあります。ただ真面目すぎるので、もっといい意味の野球に対する遊びみたいな、そういう部分ってものが大山にあってもいいのかなと。この一つの例として、大山が、まあ、2年続けて阪神の4番をほとんど打ったんですけど、まあ、今年は佐藤でスタートしましたけども、あの2年間の100試合近い4番バッター、大山、各チームの4番バッター見てください。大山ほど一塁への全力疾走をする4番バッターはいません。これは評価をしていいことなんだけども、4番バッターとしての物足りなさも感じるんですね。これはちょっとあの誤解をしてほしくないんですけど、一塁への全力疾走が悪いということを言ってるわけじゃないんだけども、4番としての強さとか風格だとかいろんなものを考えた時に、もっとそのいいホームランを打ってゆっくりダイヤモンドを回る大山の姿を印象付けなきゃダメなんですよ。だからホームラン打った大山よりも、僕自身が一塁への全力疾走してる大山の方が印象が強いんです。このあたりが大山が大山と言われるところなんだと思うんですよ。金本君が、彼が阪神にトレードに来てゲッツーを打たない左バッターだったんですよ。だから彼もフォアストまでの全力疾走の素晴らしいあの野球を阪神のチームの選手たちに見せた、新しい風を吹かせた選手の一人ですから、そういう金本君の野球、まあ、皆さんもまだ目を閉じれば彼の野球ってのは見えると思いますけど、じゃあ彼のフォア性の全力疾走、ホームラン、いろいろな彼の野球を見た時に、一塁への全力疾走が目立ちますか？目立ちませんよね。そこなんですよ。そのあたりを大山は考えて自分の野球をやっていかなければいけない。僕も4番を打たせていただきましたけど、僕も別にフォアストまでちんたら走った4番じゃありませんから、まあ、普通にファーストまで走りましたので、じゃあ僕が一塁ファーストへの全力疾走する僕よりも、守ったりその打ったりホームラン打ったり、そういう掛布というイメージのが大きいと思うんですよね。だからそのあたりのその野球というものを大山自身が自分で感じて考えて変えていくぐらいの形というものをしていかなければいけないと思うんですね。大山っていうのはすごく積極的に打ちに行く、そこはすごく褒めたいしいい部分だと思います。ただ全てのボールを追いかけて初球から打ちに行く必要は僕はないと思うんですね。あの王さんに言われたそのホームランっていうのは、バットを振って数が増えるものではないと、まあ、ホームラン打てるボールを待って、そのボールが来た時に振る勇気を持って、勇気を持ったら仕留める技術を持ちなさいということなんだけど、そのボールの見極めという部分を自分の中でもう少しその自分で考えながら自分のバッティングというものを作り上げていく、そういうものが必要だと思うんですよね。当然今はとてつもないデータというものが僕らの時代以上にあると思うんですよ。ピッチャーの傾向だとか、カウント別の傾向だとか、キャッチャーの傾向だとか、いろんな傾向があり、みんなベンチでデータ見てますよね。そういう中でそのデータとやっぱ自分のデータというものを照らし合わせて打席に入っていかなきゃいけないですよね。ゲーム中に僕はあの今よく皆さんノートにつけたりしているような、まあ今年なんか巨人の岡本君などがノートにチェックしてますよね。あの丸君なんかもしてますけども、まあ僕はもうゲーム中ってのはどちらかというとゲームに集中したかったので、自分でチェックすることはしなかったんですけど、まあ家に帰ったりだとかホテルに帰ってから自分の頭の中でやっぱ4打席振り返るんですよね。で1球目何が来た、こう来てこう来てこう仕掛けていった、でもセカンドゴロだった、なんで
あこうかこうした方が良かったのかな、じゃあその前のこのボールを打つべきだったのかなとか、そういう4打席のいわゆるチェックというものをやっぱり自分なりにするんですね。まあ、そういうデータというのは自分で溜まってきますよね。それと球団が持っているデータというのがあると思うんです。で球団の持っているデータっていうのが、まあ、今の時代ってどこまでのデータを持っているか分かりませんけど、4番の僕とじゃあ1番打っていた真由美さんだとか、じゃあ5番打つ岡田だとか、これちょっと違うと思うんだよね。自分のデータというものを照らし合わせて球団のあるデータといろんな加味しながら、まあ、その打席の中で勝負しに行くということと、相手のピッチャーの今日の状態というものを確認しなきゃダメですよね。カーブがね、仮に僕の打席の中で5球で僕を勝負したいというピッチャーがいるとしてください。カーブが4球投げてくると、1球のストレートだと極端な話ですよ。そういうデータが出た時に、数多く投げてくるカーブを狙っていきなさいと、そういう言われる傾向って絶対あるんですよ。ただ僕はそのカーブにタイミングが合っている時であれば、そのカーブを打ちに行くんだけども、たった1球しか投げてこないストレートにタイミングが合ってる時もあるわけ。これは僕にしかわからないの。コーチなどが、影今日カーブがすごく来るけども、それ狙っていったらどうだって言われたことあるんだけども、僕自身はいや、そのカーブに今日合わないんですよと。確率からするとすごく低い勝負をするかもしれないけども、その1球に対するタイミングの方が僕は合っているから、そういう勝負をさせてくれってことは僕は言うわけ。そういう勝負をする勇気も必要なんですよね。相手のボール、自分の状態、いろいろな形の中で分かると思うんですよ。そういうことを考えていくと、何が何でも初球から全てのボールを打ちに行くような打席を作ることはなくなると思う。大山という技術的なものもいろいろ成長していかなきゃいけないんだろうけども、頭の中のそのピッチャーとの勝負、ボールの見極めを含めた勝負の中で、ちょっと積み木をね、自分なり一回ばらして、もう一回積み直すっていうのかな、そういう頭の整理みたいなものもなんか考えてもいいんじゃないかなという気がします。今年に関してはキャンプから、まあ、大山が4番になるのか佐藤が4番になるのか、まあ、矢野監督はオープン戦も交互に4番5番というものを出せながら、4番を競争させて、結局開幕を迎えた時に佐藤が4番で大山は7番でスタートしたんですね。4番打ったバッターが、まあ、6番までだったらまだ自分の気持ちの中で整理つけやすいんだけども、7番となるとね、ちょっときついんですよ。ただ大山にとってこの7番でスタートしたってのはすごくいい刺激になったんじゃない、何くそという。だから今年の大山ってのは、あまりホームランだとかヒット打ってもあまり大きなガッツポーズだとかそういうことしないんですよね。だからそういう静かな戦い方っていうのはすごく僕は好きなんだけども、であれば先ほど言ったように、もっとその相手との勝負の投球のバランスだとかを考えた勝負の仕掛け方というものをこれから大山がやることが、大山の一歩でも二歩でも成長する、そういうきっかけを作るために、配球の読み方ですよね。このあたりを考えながらやっぱ打席で勝負していくと、大山の野球ってのはもうガラッと変わると思いますね。打順が落ちるってことはきついっていう、自分の野球否定されたようだもんね。もう4番をダメだと言われたらレッテルを貼られたようなもんでしょ。でもそこでまた大山ってのは腐らずに前を向いてやる大山ってのはもう立派だと思う。それでまた4番勝ち取ったわけじゃない。だからこの4番を今度は手放してほしくないんだよね。そのために大山がやらなければいけないというのはそういう配球だよね。だから僕自身も打席の中で当然いろんなピッチャーと対戦しますよね。で145キロのストレートをみんな投げると、でも145キロのストレートも全部違うんですよ。同じ145キロなんかないの。それで打席の中に立つときに、基本的な待ち方っていうのはまっすぐのタイミングを取って変化球対応です。これは僕のバッティングのまあ基本です。ただ自分の状態だとか相手のピッチャーの状態を見て、ストレートでも同じ150キロでも変化球を待って、もその145キロのストレートをファールできるという、そういう時もあるんですよ。そういう時っていうのは変化球を待ってまっすぐをファールする、そういう対応の方がボールの見極めができるんじゃないかなとか、いろいろなことを考えて
ピッチャーとの対戦する対応というものを変えるんですね。だから全て全てデータデータということも大切なんだ、それも絶対大切なんだけども、その日の自分の状態、その日のピッチャーの状態って同じ状態ってないわけだから、それを十分加味してゲームの中で変えていくことも大切だってことだよね。大山って変わらないでしょ、打席の中で、うん、もっとなんか4打席の中で変化があっていいんですよね。だから僕なんかの場合、まあ調子の状態が悪いとバッティングコーチにこの打席三振してきますということは、ちょっとボールをちょっと一回ゆっくり見てみたいんですと。でランナーがいないような時ね、で勝負に本当に大きなポイントにならないような打席ってありますよね、まあ、その時にちょっとすべてのボール見逃したいんですと、ちょっと自分で見てタイミングを取らさせてくださいと、まあ、構わないって、まあ、監督にも言うといいよって言うん で三振しに行くんですよ。そういう時で打ってしまうんだよな、すごくリラックスしてボール見ろ、自然で手が出ちゃうんだよね。で打たなきゃいけないと思うと打てないんだけど、三振してもいいやと思ったら打ってしまったりだとか、だからそういう気持ちのなんか打席の中の変化っていうのものヒントになると思うし、まあ、時には1打席捨てる勇気だよね。大山の野球を見てると本当に代打で1打席1打席勝負しているような打席を全ての打席で感じてしまうの。悪くても良くても4打席最低でも勝負できるんだよと。そのわけでゲームの中で大切なところで打てばいいわけじゃないですか。そのあたりのそのレギュラーとして4打席で勝負するという、そういう気持ちをもっと持っていいんじゃないかなと思うんですよね。今年のそのサンテレビさんでね、阪神タイガースの番組がありまして、ちょっとゲスト出演させてもらったんですけど、開幕オーダーは加計さんだったらどう組みますかみたいな質問されたんですけど、まあ、その時やはり大山という選手がそのいいこと悪いこと全てやっぱ4番として経験しているので、佐藤の4番というのはまだちょっと荷が重いんじゃないかと、まあ、大山の4番でいいんじゃないでしょうかと。で佐藤は3番で打席数を増やしてあげて、佐藤のバッティングができてから、それできてから大山の状態が悪くなったら変えてあげるぐらいの1年間のゲームの中で時間をかけて考えてあげた方が佐藤のためにもなるんじゃないかなと思ってたんですけども、矢野監督の判断っていうのはオープン戦の状態だとか見た時に、まあ佐藤という形の中で行きたかったんでしょうね。入団した時の印象と、まあ、今までの成長っていうと、これはですから金本監督の時に入団してきましたので、まあ、金本監督は非常にこう厳しいその野球というものを前面に出してやられる監督でしたので、まずその体っていうものをきちっと作らなければいけないと。で、ウエイトトレーニングを中心に大山という選手を阪神の中心に育て上げていかなければいけないと。で、1年目の後半には大山を必ずゲームに出さなきゃいけないんだというようなことは球団から言われてたんですよ。まあ、その時にもう大山の体重を5キロ増やしてください、バッティングはこんなバッティングをしてください、そういう話が上から降りてきて、で大山が今守れるポジションってのはレフトしかなかったの、その1年目の時。だから本当はサードなんだけど、あの時まだ鳥谷がいましたので、だからその時にじゃあファームでレフトの練習させておきますと。とにかく1軍のゲームの中で打席を経験させなきゃダメだと、1年目からね。でそういうその1軍からの要請といわれますか、そういうものに対して全てをクリアしていったのが大山ですよ。だから僕自身もびっくりするぐらい真面目で吸収する力がある。だからもうちょっとだからわがままでもいいのかもしれないね。そういう大山を見てみたいなという素晴らしい選手ですよね。今回は、まあ、大山選手に対していろいろ話させていただきました。今回も皆さんに、登録をお願いする時間になりました。今回もじゃんけんということでよろしくお願いいたします。私が出すじゃんけんに対して愛子負け、この方たちは登録をよろしくお願いいたします。今日はちょっといろいろ私も考えながらちょっと出していきますので、いつもの掛布とは思わないでください。それではやらせていただきます。最初はグー、じゃんけんポン。今日はグーです。グーとチョキの方は登録よろしくお願いします。